おい、カス、どこに睨んでる貴様の相手はこの首都ロハイムが最後だ。機械など相手になるか。そうだよ。異様な角度に関節が曲がったぞ。左腕も義手なのか。うお、そしてこれは君の力1950平方センチ、サンタナのパワーの約2倍。 ブラカモロが、ドイツの科学は世界一。サンタナのパワーを基準にこのシュトロハイムの腕の力は作られておるのだ。したがってか、5倍をどのくらいの肉片まで細切れにすれば生命活動を不能にできるかも計算されておる。貴様の体を鳥の羽をむしるように1センチ四方の肉片にしてくれるわ。 おい、ジョジョ、こんな体になった俺を気の毒だなんて思うなよ。俺の体はガッケルマン民族の最高知能の結晶であり誇りである。つまり全ての人間を超えたのだ。クライカース、1分間に600発の鉄鋼弾を発射可能、30ミリの鉄板を貫通できる重機関砲だ。一発一発の弾丸がお前の体を削り取るのだ。 胴体も機械なのか。学校で習った松尾芭蕉の名句にこんなのがあった。静かさや岩に染み入るセミの声。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。健闘を祈っているぞ。 君、ラウンド1、ファイト。そうか、ファイト。発射。お前の体を10秒で削り取ってやる。貴様の体を鳥の羽をむしるように1センチ四方の肉片にしてくれるわ。そんな爆弾にするか。嬉しき嬉しき。逃がせない。何やってんだよ。 クリア。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 クリア
で習った松尾芭蕉の名句にこんなのがあった。静かさや岩に染み入る蝉の声。
お前を葬るのに罪悪感なし。健闘を祈っているぞ。 お前の体を銃剣砲で削り取ってやる。貴様の体を鳥の羽をむしるように 1センチ四方の肉片にして飾らしい態度。浴びせてやる。お前浴びせてやる。これが先導だ。 What are you doing? Another one. But why? で習った夏尾芭蕉のメイクにこんなのがあった。静かさや
岩に染み入る蝉の声。それでいい。それがベスト。健闘を祈っているぞ。ほう、向かってくるのか、逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ラウンドワン、ファイト。呪い呪い、するうちだ。ダダ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 しな、手加減してやる。ラウンドファイト。貧弱の砂漠のは俺のスタンドだ。まさか俺ちのメス。どうだ、場を覚めたな。チェックメイト。This would have put a tear in old Ronnie Reagan's eye. これで貸したものは確かに返してもらったぜ。ディオ。